9歳不動産屋の素顔と韓国人の愛人事件の内容遺体は3階寝室のベッドで全裸で横たわっていた東京・渋谷の高級住宅街にある自宅で28歳2018年当時の女性に多量の覚醒剤を摂取させて殺害したとして税理士で不動産会社役員の石原信明容疑者69渋谷区新船長が2019年3月6日 殺人と覚醒剤取締法違反の疑いで、警視庁捜査一課に逮捕された。仕事の関係で、人に会いに行ってくる。夕方には帰る。殺害された無職の井原氏優里さんが、夫にこう伝え、板橋区の自宅を出たのは、2018年7月22日の午前中だった。井原氏さんは、石原容疑者と待ち合わせをし、昼頃二2人で、石原容疑者の自宅へ入った。 その後、部屋で2人きりで酒を飲んでいたが、しばらくして覚醒剤を強要されたと見られている。五十嵐さんは、意識が朦朧とする前に、友人に覚醒剤を勧められたが断った、日本酒に薬物を混ぜられたと、LINE し、夜になって苦しみ出した。その後、一旦小康状態になったものの、翌2018年7月23日に意識を失ったため、午前7時ごろ、 石原容疑者が119番した救急隊員が現場に駆けつけたところ五十嵐さんは3階の寝室のベッドで全裸姿で倒れていてその場で死亡が確認された五十嵐さんの体内からは致死量の100倍以上の濃度の覚醒剤とアルコール成分が検出された五十嵐さんは2016年冬頃に石原容疑者と会員制デートクラブで知り合いその後も連絡を取り 3、4回会っていた。石原容疑者は、つい最近まで、港区南青山で、税理士と行政書士の事務所を構え、高級車を乗り回し、派手な生活を送っていたという。調べに対し、覚醒剤を摂取させたということは事実ではないと、一貫して容疑を否認しているという。司法解剖の結果、早い段階で、死因は急性覚醒剤中毒ということが分かった。 事件当日、自宅には、五十嵐さんと石原容疑者の2人しかおらず、石原容疑者本人が通報し、救急隊員が駆けつけたら、すでに亡くなっていた。さらに、五十嵐さんの体には、目立った外傷がなく、室内の状況などから、石原容疑者の関与は明らかだった。ただ、石原容疑者の自宅からは、覚醒剤は見つからず、密室で、五十嵐さんが自分で摂取した可能性も否定できなかったため、 慎重に捜査を進めていた LINE を受け取った友人が井原氏さんと連絡がつかなくなったことを心配し夫に LINE の内容を伝えた捜査事情通死亡した井原氏ゆりさん当時28歳の夫が NHK の取材に応じ事件に巻き込まれた当日の状況について妻は午前11時ごろ仕事の関係者に会いに行く 夕方には帰ると言って出て出きまし,たしかし、夜になっても帰ってこず、連絡もつかないまま、翌朝、警視庁から、遺体で見つかったと連絡を受けましたと説明した。その上で、妻が友人に送った LINE のメッセージでは、男から薬物を勧められて断ったが、日本酒に混ぜられた薬物を飲んでしまったと書かれていたと聞きましたと話していた。 石原伸晃容疑者の仕事内容「週刊新潮」が接触に成功した容疑者の知人は次のように振り返る石原容疑者は不動産会社役員と報道されていますがあの人が実際に携わっていた仕事といえば違法すれすれグレーゾーンな案件ばかりでしたよ石原容疑者は2011年に渋谷区内で不動産会社サツキエステートを設立し 代表取締役に就任している。これを根拠に、大手メディアは、彼を不動産会社役員と報じているようだ。しかし、この知人によると、サツキエステートは彼の本業ではないという。あの人とは、もう15年の付き合いになります。知人の紹介で、交友を持つようになりました。税理士の資格を出得したのは還暦前後で、当時は資格を持っていなかった。 地上げや専有など、強引なやり方で、物件を出得していましたね。彼の本拠地は、1990年に港区で設立された不動産会社で、自社ビルを持ち、社員は石原会長と呼んでいました。私には、社長は別に立てていると説明していました、知人。しかしながら、この港区の会社は、登記簿を調べてみても、石原容疑者の名前は出てこない。 会長として君臨していましたが、正式には代表取締役でもなければ、役員でもありません。最初こそ、彼が所有する港区の土地を本社所在地としましたが、その後は、数年のスパンで、都内を転々とさせています。何しろ、違法すれすれのビジネスですから、いつ捜査対象になってもおかしくない。警察や税務署からマークされないよう、細心の注意を払っていたのでしょう。どう、知人。 ちなみに、サツキエステートは、被害者の主婦が殺害された一軒家に登記されている。石原容疑者が、都内や神奈川県内に所有する土地や建物は、法人名義と個人名義が入り混じり、素人には全貌が見えにくい。かつて、石原容疑者は、知人に、去る有名企業の本社移転に際し、移転先の一部を占有させた。あれで、かなりの利益を上げたと漏らしたという。 あとは押して知るべしという事業内容だったようだ。そういう話を豪語したり自慢したりという感じではなく、さらりというんです。暴力団を筆頭とする反社会的勢力や大物右翼と信仰があることを控えめにほのめかすこともよくありました。その口調から信憑性があるのかなと思っていましたし、大物右翼に関してはたまたま私も面識のある人物でした。 そのため、石原容疑者の話が極めてリアルで、ホラーを全く吹いていないことを確認していました。どう、知人。石原容疑者は、大言相互する詐欺師ではなかったということであり、だからこそ、闇社会とのつながりも真実だった可能性が高い。知人は、ですから、あの人が覚醒剤を入手するのは、それこそ簡単なことだったのではないでしょうか、と指摘する。それでも、成金趣味とは無縁で。 普通の会社経営者という一面もありました。車は好きみたいで、高級会社を3台所有していましたが、これは特別。普段の金銭感覚は、一般の人と変わりません。服も時計も普通のもの。酒は嫌いではないですが、主豪というわけでもありません。私におごってくれる時でも、メニューを見ながら、これは安いな、とつぶやくことも、珍しくありませんでした。 被害者の五十嵐ゆりさん井原しゆりさんは過去にテレビ東京の「家ついて行っていいですか?」という番組に出演していたことがあったその当時は銀座のホステスとして働いていた21歳の時に精神的に病んでしまい入院することになった声優の波川大輔の CD で精神的に不安定だった状況から立ち直ることができたと話していた その後、メイリストとして働いていたが、2年前に結婚したのを機に専業主婦になったというのである。ご主人は、元ホストで、新宿三丁目、ノイゼの代表であったが、現在は株式会社ドリームライフコーポレーションという賃貸物件を紹介している不動産屋で働いている。ブログには、現在も、事件のことで苦しんでいることが記載されている。韓国人やロシア人の女性と交際。 覚醒剤は入手可能だと考えていても、日本人の女性を死に至らしめたことに、知人は強い衝撃を受けたという。あの人は、口を開けば、金か女性の話しかしません。筋金入りの女好きであることは間違いないのですが、私の知る限り、執着していたのは、若くて美人の外国人女性でした。あの人と私が知り合った頃、彼には、奥さんも子供もいました。 ところが会長として君臨していた不動産会社で20代前半くらいの韓国人留学生に秘書的な仕事をさせていてその子を愛人にしていたんです生活費も学費も一切合切を負担していたと聞いています石原容疑者とその韓国人女性はなんと主婦の殺害現場となった住宅で同棲していたこともあったという奥さんと離婚し いよいよ、韓国人女性と結婚しようとしたのですが、土壇場で振られてしまったそうです。それでも懲りずに、6、7年前には、わざわざロシアに飛び、若い美女を見つけて帰国しました。そのロシア人女性とは、横浜市内にある一戸建てに住まわせていると教えてくれましたね。最後に会ったのは3、4年前ですが、その時も、ロシア人の美女がずらりと並んでいるアルバムを私に見せて、 彼女たちと見合いみたいなことをするんだと言っていました。私の知る限り、石原容疑者の好みは、若くて、スタイルが抜群の美人です。キュートなタイプではなく、正統派の美女です。石原容疑者は、知人に、外国人女性は、日本語を喋らなくても構わないが、英語は通じないと困ると漏らしていたという。英語でのコミュニケーションには苦労しなかったことが、垣間見える。 ところが、石原容疑者が死に至らしめた女性は、外国人ではなく、意外にも日本人だった。この報道に、知人が振り返るには、確かに女性が大好きでした。私に、平然と、女性との体の相性について語るような男ですよ。ただし、日本人の女性と付き合っている、なんて、話は、聞いたことがありません。私が会わなかった3、4年の間に、 一体何があったのかまた、覚醒剤が致死量の100倍という報道にも驚きました。致死量が 0.5g から 1g ほどと報じられていますから、最低でも 50g とか 100g、はたまた 200g という量です。メディアの日本酒に入れたという報道も、まだ私は信じられません。例えば、おなじみの味の素だが、 多くの人がスーパーパで見る瓶はグラム入りだあれだけの量でも、酒に溶かすのは、確かに大変な作業だろう。事件当時、石原容疑者が駆けつけた救急隊に、女性が体調を崩して苦しんでいたので、持病の薬を飲ませたなどと説明していたことが分かった。